センターへ持っていったがセンター正面タダ、ツーアウトです。東大勝利まであと1人です。8番のピッチャー菊池なんですが当然ここでピンチヒッター、坂名です。法政1回戦では5番センターでスターティングメンバー、法政3回戦では4番センターでした。あとは出ておりませんでしたが明治の3回戦でピンチヒッターとして起用されまして三振に終わっております。その坂名、早稲田実業出身です。守る側では、はい、まあ、バッテリーとしてはこう一番そのホームランが、ね、はい、怖いわけですけども、はい、ツーアウト二塁。そういう意味でも遠藤君自分のピッチングをとことん届けるというね、はい、つまり低めで、はい、打ち取るという、はい、中途半端に来るとやはりね、ええ4番ぐらいのバッターですからね、はい、三遊間どうだ、菅井一塁ヘッドスライディング及ばず、東大勝ちました。1回戦3対1、河野先生も三住監督も遠藤投手も応援団も大喜びです。春のリーグ戦に続いて第1回戦をものにしました。東大3対1早稲田を下しました。春は8対2の逆転勝ち、秋は3対1堂々と先行してそのまま行きました。佐藤のホームランはあったんですがシャットアウトはできなかったものの3対1と東大が早稲田を破りまして1回戦、自分たちはまだ優勝のチャンスがあるんだと、壁に貼ってありますけれども、その一斉寮の言葉守って、さあここまで1回戦勝って、さあこれが2回戦からどうなるかということですが。